なもんではなく、もっと素朴なもんだった。片手でぐしゃっと持たないようにお願いします。両手でというのがぐしゃっと持てると使用不可能になるかも分かりませんので、その時は皆さんのところへ請求書。なかなか簡単そうに見えて、実はいろんな作法がありますので、この作法に従って鞠を蹴るというのは、かなり熟練を要します。